1000年後の地球、あなたはどんな未来を想像しますか？都市は空に浮かぶビルや移動手段が飛ぶ車となり、日常が高度なテクノロジーに包まれることでしょう。そして宇宙へ。地球だけでなく他の星々へと私たちの住む場所は拡大していくかもしれません。1000年後も続く発展の中、地球の環境はどうなっているのでしょうか。そして未来の子供たち。彼らはどのような夢を持っているのでしょうか。あなたが今踏んでいるこの地球。もし時間を1000年早送りできたら、どんな景色が広がっているでしょうか。1000年後の地球。その未来を予測するためには、まず現在の地球の状態をしっかりと把握することが重要です。過去数十年の間に、気候変動は地球の各地で様々な影響を及ぼしてきました。北極や南極の氷河が徐々に減少し、これが海面上昇の主要な原因となっています。この氷の減少は単に海水の量を増やすだけでなく、地球のアルベド効果、つまり太陽の光を反射する能力も変化させています。これにより、太陽のエネルギーが地表に取り込まれやすくなり、さらなる温暖化を引き起こしています。海面上昇の影響は、多くの都市や低地に住む人々にとって、非常に深刻です。多くの都市が脅威にさらされ、未来の地図は大きく変わることでしょう。気候の変動は地形にも影響を与えます。降水パターンの変化、土地の乾燥、そしてその他の気象現象は山や谷、河川の形成にも影響を及ぼします。生態系もまた、この変動の影響を強く受けます。動物や植物の生息範囲が変わり、新しい種が出現し、既存のものが消えることも考えられます。さらに、この1000年の間に、私たちが依存するエネルギー源も大きく変わるでしょう。化石燃料の枯渇や、新しいエネルギー技術の登場により、地球のエネルギーランドスケープは根本的に変わると予測されます。そして、最も重要なのは、私たち人類自身が、この新しい環境にどのように適応し、そしてそれを乗り越えるかということです。技術の進歩、新しい住居の方法、そして社会的な変化を通じて、私たちは未来の地球に生き残るための答えを見つける必要があります。人類の進化は数百万年の時間をかけて進行してきました。猿から直立二足歩行を始めた生物へ、そして今日の私たちへと変わってきました。しかし、1000年後、私たちの姿はどう変わっているのでしょうか。1000年という時間は進化のスケールで見れば短いものです。しかし、技術の急速な進歩は自然進化だけではなく人工的な進化ももたらすでしょう。遺伝子編集技術やバイオテクノロジーの進化により、私たちは病気の予防や身体能力の向上、さらには寿命の延長などを実現できるようになるかもしれません。人類が持つ遺伝子のコードを書き換えることで、私たちは自身の進化の過程に直接手を加える能力を持つこととなります。環境の変化や他の惑星への探査と移住も、人類の進化に影響を与える要因となります。地球外の環境では、異なる放射線、重力、大気などに適応するための新しい身体的特徴が発展するかもしれません。そして、情報技術や AI との統合は、私たちの認識や思考の方法を変えるでしょう。脳とコンピューターが直接連携することで、知識を即座にアクセスしたり、他者とのコミュニケーションがより直感的に行えるようになるでしょう。文化や社会も進化の一部です。1000年後、私たちは多様性をさらに受け入れる社会を築いているかもしれません。異なる背景や習慣を持つ人々が共存し、新しい文化や価値観が生まれることでしょう。未来の学びは単に知識を蓄積するだけでなく、新しい思考方法や技能を培うことに焦点を当てるでしょう。文明の黎明から私たちの社会や文化は絶え間なく進化してきました。石器時代のシンプルな道具から今日のデジタル技術までの飛躍は驚異的です。しかし、1000年後、私たちの社会や文化はどのような形をとるのでしょうか。都市の形状やデザインは技術や環境のニーズに応じて変わっていくでしょう。高層ビルが雲を突き抜け、都市そのものが自己持続的なエコシステムを持つようになるかもしれません。エンターテイメントはさらに没入的になります。ホログラムや VR、AR 技術が普及し、物語や音楽、アートが五感を通して直接体験されるようになるでしょう。文化の交差と融合がさらに加速します。異なる星や地域の人々との交流が当たり前となり、新しい祭りや伝統、料理が誕生するでしょう。教育も大きく変わることが予想されます。物理的な教室の壁を越えて、グローバルな学びのネットワークが広がります。個人の興味や能力に合わせてカスタマイズされた学びが実現するかもしれません。私たちの生活の中には AI やロボットが当然のように存在するでしょう。彼らとの共生は新しい文化や倫理観の形成を促すこととなります。国家や地域の境界を越えてグローバルなアイデンティティやコミュニティが形成されることが予想されます。人々は共通の価値観や目的を共有し、一つの地球の住人としての自覚を持つかもしれません。技術は私たちの歴史とともに進化してきました。最初の火の使い方から今日の宇宙の探査まで、技術は私たちの生活を変え、未来を形作ってきました。そして1000年後、私たちの技術はどれほど進化しているのでしょうか。宇宙技術は飛躍的に進化し、太陽系外の惑星にも植民地が築かれるでしょう。星間旅行が現実のものとなり、人類は新しい星での生活を築き上げます。ナノテクノロジーは医療を革命化します。体内を移動する微小なマシンが病気を直接修復し、かつては治ることのなかった病気も治療可能となるでしょう。量子コンピューターの普及により、計算能力は現代のそれをはるかに超えるものとなります。複雑な問題やシミュレーションも瞬時に実行される時代となるでしょう。AR、VR 技術は日常の一部となり、仮想空間での仕事やコミュニケーションが一般的となります。物理的な距離や境界を越えて、どこでも自由に活動できる時代が到来するでしょう。AI の進化は私たちの生活や仕事を根本から変えます。AI は私たちのパートナーとしてあらゆる分野で私たちをサポート。より効率的で持続可能な社会の構築を助けることでしょう。環境技術も大きな進歩を遂げます。クリーンエネルギーの普及、大気の浄化、持続可能な資源の活用により、地球はより緑豊かで持続可能な場所となるでしょう。私たちの過去、現在、そして未来は常に自然と深く結びついています。長い歴史の中で自然との関わりは私たちの生活や文化、そして価値観を形成してきました。1000年後、私たちの自然との関わりはどのように変わっているのでしょうか。未来の都市は従来のコンクリートのジャングルとは異なり、緑と都市が調和した新しいデザインとなっています。建築物の屋上や壁面は緑で覆われ、野生生物が市街地で自由に生活している。食事は私たちの生活の基盤。未来の農業は化学肥料や農薬に頼らない自然と調和した方法での栽培が主流となります。そして私たちは食物の本当の価値を再認識し、食物の無駄をなくす努力を続けるでしょう。海は地球の約 70% を占める大きな存在。未来の私たちの海との関わりも現在よりもさらに密接になるでしょう。海底都市の建設や持続可能な海洋資源の利用方法が研究され、海洋生物との共存が実現します。自然は、私たちの心と体の癒しの場としても機能します。1000年後も、私たちは、自然の中でリラックスし、心身の健康を保つための方法として、森林浴や自然療法を尊重し続けるでしょう。未来の教育は、自然との関わりをより深く取り入れることとなります。子供たちは、実際の自然の中で学び、自然の価値や、その保護の重要性を肌で感じることができるようになるでしょう。私たちが今見ている、この星々のように、未来は無数の可能性で溢れています。今回の旅で、1000年後の地球を垣間見ることができました。科学の進歩、人類の進化、社会や文化の変容、技術の革命、そして私たちの自然との深い関わり。これらはすべて未来の私たちがどのような世界を築くかを示唆しています。未来は私たち一人一人の手の中にあります。異なる背景や文化を持つ人々が一堂に会し、共に手を取り合うことで、未来はもっと明るく、もっと希望に満ち溢れるものとなるでしょう。次の世代には、今よりも豊かで持続可能な世界を残す責任が私たちにはあります。彼らの未来のため、そして地球のために私たちは今日から行動を起こすことが求められます。私たちが直面している課題は確かに多いですが、それに比例して解決策や革新的なアイディアも無数に存在します。持続可能なエネルギー、環境に優しい技術、共生を重視した社会。これらはすべて未来の私たちが目指すべき方向性です。1000年後の地球を予測するのは決して容易ではありませんが、私たちの行動や選択によってその未来は大きく変わることでしょう。この旅を通して私たちは未来の可能性を一緒に探求しました。しかし、最も大切なのは、それを現実にするための行動です。未来は、私たちの手の中に。一緒に、より良い未来を築きましょう。このような、興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もし、まだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そして、あなたの感じたことや思ったことを、コメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。